はい、グッモーニーケンさん TV です。今日はいつだろう、もう11月の2、3、4日目かな、4日目、香港滞在3日目なんですが、今日はもう、今7時ぐらいですかね、朝の7時ぐらいに起きて、今から昨日と同じね、朝食をちょっと食べて、まあ、確実にね、美味しいものが食える店で食べて、ちょっと遠いですけどね、3、40分ぐらいかかりますけど、食べに行って、そこからまた一回こちらに戻ってきて、深圳にね、今から行きたいと思いますので、またその道中をお送りいたします。今日深圳初めての国なのでちょっとドキドキですが、楽しみにしております。それでは、ここからスタートしてローウィンに行く予定だったのが、はい、ケンさん TV です。深圳にね、やっと到着しました。まあ、街並みはどこにでもある中国って感じですが、今から電子街がね、あっちこっちにあるみたいなんで、ちょっといろいろと見に行ってみたいと思います。これカメラ撮っていいのかどうかもちょっとわかんないですけど、いろいろと楽しんでみたいと思います。それではまた後ほど。